もし、みんなが一斉にあなたを見つめてあなたを指差さしみんなが行っている訓練や演習をあなたに向けそこでみんながあなたに殴りかかろうとしているのかそれともあなたがみんなを怒らせたのかどう思いますかまずはこの問題を問わなければなりませんこの問題を問わない限りあなたはいつも誰かにいじめられていると感じるでしょうではなぜみんなはあなたをいじめる必要があるのでしょうか 最も重要なポイントは、あなたがもともとみんなを消滅しようと思っているからです。最初から、私たちは共産主義者であり、資本主義を打倒し、資本主義国家や帝国主義国家を消滅せよと言っていました。中共が今もこのような考えを持っているなら、人々はあなたを消滅しようとすることを責めることはできません。なぜなら、あなたは最初から人々を滅ぼそうとしているからです。 さらに、数十年にわたるあなたの言動や準備は、みんなが同じ方向に向かっていると思わせます。ヨーロッパは以前は経済利益を追求していましたが、現在は経済利益が重要か、それとも価値観が重要か、両者のバランスを取り始めています。この問題については、どちらを重視すべきかと、バランスを取ることが非常に困難ですが、人々はこの問題に取り組んでいます。 アジア諸国にとってはより緊急で重要な問題は自国の安全保障に関することですこの段階では人々はこの問題に注目しています最近最も活発かつ積極的な国はおそらく日本です岸田氏が首相になった後こんなに忙しくなるとは本人さえも思っていなかったでしょうタイム氏の表紙にも掲載されることになりましたね それも面白いのがまだ発売前にこういった告知がされることは、めったにないことなんです。通常、雑誌は前日か、あるいは数週間前に予告を打つものです。ちょうど発売日が G7 サミットの翌日となります。そうですね、岸田首相は非常に活動的であり、彼の取り組みには深い意味があります。 彼はアメリカを訪問し戦略的な合意を達成させ日米安保を前進させることができましたこのように彼の取り組みは非常に重要です彼らが話している中共に抵抗して台湾を守るということが最も重要なこととなりますまた岸田首相はアフリカや太平洋諸島国を訪問し何十億円もの資金援助をしました 将来的には、日本はアジア太平洋地域において、外交と戦略的な役割を担う最重要国になります。彼はすでに16回も海外に出かけています。まだ就任して日が浅いですけどね。そして、韓国のユン・ソンニョル大統領がアメリカを訪問して、中共に抵抗する戦略的な共通認識を達成し、台湾を守ることも話されました。そしてワシントント宣言が行われ このののののの宣言は核の傘よのよううににに見見ええまますすが北朝鮮に対してももしかし、中国はこのワシントン宣言に反発しました。あなたたちは核問題を大きく騒がせて、裏で北朝鮮を育てています。自国の問題を指摘せず、他国を批判するのはどういうことでしょうか。そして、さらに興味深いのは、アメリカと日本、アメリカと韓国の関係を促進することです。そして、日本と韓国の関係も促進されました。 ユンソンソよル大統領は、ワシントン宣言はオープンであり、日本も参加することを排除していないと述べました。つまり、先ほど話したように、アメリカ、日本、韓国の関係が完全に変わる可能性があります。もちろん、ワシントン宣言についてはまだ最終的な内容が確定しておらず、詳細な議論が必要であるということですが、これから日本とも詳細に協議をすることになるかもしれません。 というのも、ユン・ソンニョル大統領は、日本とアメリカと共に北朝鮮の核兵器問題について詳細に協議し、合意することを望んでいると述べています。そして、協議だけでなく、次の手順をどう進めるかについても決定する必要があります。これこそがより具体的な問題であると考えられます。 2016年にサードシステムが導入されたときから中京は非常に怒っています。韓国は北朝鮮に対応するためだと言っていますが、中京はサードが導入されたら、韓国はアメリカと結びつき、つながっているので、中京に対して使われる可能性があると思っているからです。いろいろな騒動があった後、2017年に本当に設置された後、中京は報復措置として玄関令を出しました。 そのため、韓国の芸能人たちは中国での出演ができなくなったほか、韓国製品の不買運動も起こりました。最後に、韓国は少し譲歩して、アメリカのミサイル防衛システムに参加しない、サードミサイルを追加配備しない、韓米同盟を韓米日三国同盟にしないという3つの条件を中共に約束しました。そのため、中間関係は少しずつ解消されていったといえます。 ユン・ソンによる大統領が当選後、就任前に、北朝鮮は現在、ミサイル発射能力が非常に高いです。だから、私たちは将来、より多くのサードを導入する可能性があります。私はサードの増加に対してオープンな姿勢を持っています。と話しました。そのため、再び中共の怒りを買いました。これらのことはすべて連動しており、これが韓国の立場です。そして、フィリピンについてたくさん話しました。 ボボンボンマルコス大統領がワシントンを訪問し、バイデン大統領にも会いました。つまり、バイデン氏はトランプ氏よりも少しだけ手強いと言えます。中京に対して、トランプ氏は若いので、反応が早いんです。銃を抜くのも早いです。私はできないので、こういうことはどうですか、と言われたそうです。私はあなたに勝てないので、人を呼んであなたを攻撃させることにします。私が人を呼んで、あなたを攻撃することにします。 そういう態度を見せているようですが、彼は非常に緻密に計画を立てているのです。そして、まだインドがあります。そうです、まだそこまで話していません。そこで、米比共同声明では台湾海峡の安全保障を確保することが述べられています。現在、米比は南シナ海での共同巡視を話し合っており、今年の終わりには共同巡視が開始される予定です。オーストラリアは NATO に参加し、その後参加する可能性があるということです。 そして、ファイブアイズやクアッドなど、ベトナムも参加する可能性がありますよ。ベトナムも忘れないでください。そして、最初に話したアメリカ、日本、韓国同盟の話に戻りましょう。アメリカ、日本、韓国同盟は実現可能ですが、今話しているのは、アメリカ、日本の安保とアメリカ、韓国の安保ですが、アメリカ、日本、韓国の安保については話していません。アメリカ、日本、韓国の安保とは何でしょうか それは、韓国が攻撃された場合、アメリカと日本が助けに行くこと、また日本が攻撃された場合、アメリカと韓国が助けに行くことを意味します。そして、アメリカがアジアで攻撃された場合、日本と韓国に援助を要請することになります。米日、米非、米韓など、台湾が含まれていないように見えますが、実際には台湾は含まれており、すべての中心に位置しています。 米韓は台湾海峡の安全保障に関心があり、米日も台湾海峡の安全保障に関心があります。それから、米日比米日韓など、みんなが話していることは同じです。つまり、私たちは台湾海峡の安全保障に関心があるということです。この台湾海峡の安全保障に関心があるというのは、中共がこの国際秩序を迫害し、地域の安全を脅かすことを意味しています。 これは私たち全員が見ているところでありみんな共感していますこの番組を放送する前数時間前に中共とフィリピンが会場でまた対峙してまた問題が起きていますねつまり中共のこれらの行動は戦狼外交だけでなくそれに対する思考の背後にあるものですだからみんなはあなたが裏で何を考えているのかと言いたいのです イギリスが平和時になぜ軍備を大規模に建設しているのか、戦略目的は何でしょうか、という素晴らしい質問をしたのではありませんか。外交大臣が堂々と質問しましたね。このような行動は過去にヒトラーやナポレオン時代に見られたものであり、目的があると指摘しています。このように問いかけることは非常に重要であり、外交大臣が中共に対する批判的な姿勢を示したと解釈されます。 ヨーロッパ連合のジョセップ・ボレルガイムは、自国の艦隊を台湾海峡に巡航させると発言したことには意図があるとされています。この発言は彼にとって非常に重要な突破口であると言えます。このことは EU にとって非常に重要な突破口です。つまり、みんなが目を光らせて心配しているということです。現在の目的は、戦争を阻止することです。勝つことを望んでいるのではなく、戦争の発生を防ぐことを目的としています。 つまり、現在、ヨーロッパとアジアの情勢はこのようになっています。私たちの番組を気に入っていただけましたら、コメントを残し、いいねを押して、通知ベルをオンにするよう、ご協力をお願いいたします。長くご支持いただき、ありがとうございました。引き続き、高い品質の動画を制作していきます。